ある日のこと、キュアムールとキュアマシリがお外を散歩していると、あ、なんて美しい人なんだ。本当だ、可愛い人たちがいる。あなたたちはどなたなのですか？僕たちは遠い国から来た王子様です。今日はパーティーがあるんですが、僕たちのダンスのお相手となってくれるプリンセスを探してたところなんです。あなたたち、もしよかったら僕たちのプリンセスになってくれませんか？私たちがプリンセスですか？今日の夜7時にお城でお待ちしてます。ぜひぜひドレスに着替えてお城に来てくださいね。それではお待ちしてます。大変なのです。王子様たちにお城のダンスパーティーに誘われてしまったのです。でもどうしましょう。私、ドレスなど持ってはいないです。そこは私にお任せください。私のお部屋にあるドレス、たくさんお持ちしましたので、ぜひこれらのドレスにお着替えしてみてください。たくさんお持ちしたので、きっと気に入ったドレスが見つかるはずですよ。わあ、すごい数のドレス。これなら私もプリンセスになれそうです。ではまず私からドレスにお着替えしてみますよ。そうですね、こんなのはどうでしょうか。これとこれを合わせて、プリンセスというよりどちらかというと王子様っぽい格好かもしれないですね。これよりもこのドレスはどうでしょうか。キラッキラでとっても素敵なドレスですよ。お着替えしてみます。どうですか？似合ってますか？さらにアクセサリーをつけて、それからリボンもつければ、おっとアクセサリーが飛んでしまいましたね。これでパーティーに行く準備バッチリです。どうですか？私、プリンセスになれましたでしょうか？王子様とダンスもできますかね？うわー、キュアムール素敵なのです。次は私がお着替えをする番なのです。私はこのドレスにお着替えしてみるのです。どうでしょうか？ふんわり素敵なドレス、お姫様みたいでしょうか？もしかするとこのドレスよりもこちらのドレスの方がいいかもしれないですね。お星様たくさん、お月様のマークもあるリボンが素敵なドレスです。お着替えしてみますよ。まあ素敵なのです。このドレスにはお月様のイヤリングをペタッとつけて、それからこんな感じのリボンもつければ、プリンセスマセリの誕生なのですね。とってもよく似合ってますよ、マセリ。ありがとうなのです。こうして二人はお城のパーティーで素敵な王子様と一緒に楽しい時間を過ごしましたとさ。めでたしめでたしなのです。メルちゃんじゃんけん始まるよ。メルちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。メルちゃんが出したのはパー、チョキを出した人が勝ちだよ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリ。
押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。